はいはい、今開けるわよ。ったく何時だと思ってんの。ごめん。悪かった。はい、お土産。やった、もう寿司鍵開けて、こっそりのはずが、バッグ探してもなくてさ。今週これで2度目。だいたい出戻りの分際でよくまあこんな時間まで飲み歩けるわな。はーい、出戻りにつき始発に間に合うまで飲もうって言ったのに、また振られました。ダハハハハハじゃないよ。こんなのお母様に知れたら即この家から追い出されるわよ。無事な、なんだから。私も出戻り聞こえねえば、いい感じだけいいじゃないわよ。あなたと一緒にしないで。無事な姉ちゃん、怒られついでにお水持ってきて。それ飲んだらどうしてイカズゴケになったか、ゆっくり聞いてあげる。聞いていらんわ。水飲んでとっとと寝ろっつうの。ステップしてたもん。
憲法か。なら他殺だな。警察に電話だ。角のおまわりさんを探しに行った方が早くない？そうだな、僕が行ってくるよ。犯人も行く。犯人が家にいたら怖いもん。そうだな、僕も怖い。ツーステップツーステップツーステップどっこいしょ。どこですか？お母様が死体を見たというのは。そのソファーの上に横たわってるでしょ。やっぱり寝ぼけてらしたのね、お母様。ソファーには死体どころか何もありませんよ。そんなバカな。本当、死体が消えてる。どうかなさったんですか、奥様。まだこんな時間に。あら、若奥様まで。ナミエさん、聞いてちょうだい。お母様ったら寝ぼけて、いえ、ぼけてらしたのか。こんな時間に私を起こして、よりにもよって幸太郎が死んでるっていうのよ。はあ、幸太郎ちゃんが亡くなったって。ナミエ、嘘じゃないの、本当なのよ。信じたくないけど、本当に本当にここで死んでたの、孝太郎。なのに今は坊ちゃんの死体が消えたっておっしゃってるんですか。マジか、死体が消えたって。本当、消えてる。で、あなたたちも死体を見たのね。多分私が第一発見。いいえ、私が先を見た。それはこれからじっくり皆さんから伺いましょう。あなた、誰？問われてなのにもおこがましいけど、こう見えて私、女でかい方。あら、見た目通りよ、あなた。女ででかい方。もう、これだから、お母様って天然でごめんなさませ。こちらはね、女でかさんで。僕ら死体見つけてすぐに角の交番に知らせに行ったんですけれども、今日に限って誰もいなくって困ってたら、女でか伊方さんが声をかけてくださってお連れしたってわけよ。そうでしたか。それはそれは、お世話になります。かしこまり。で、お二人が大騒ぎしてたお兄様の死体とやらはどちらに？はい、このソファー。ソファー入れろ。ない。え、ないわ。そう、ないのよ。死体が消えた。ってことは皆さん、お兄様の死体を目撃したのに今はないと言ってるんですか？いえ、私は見てません、主人の死体なんて。ほう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 。奥様である。失礼、お名前は？大森レナです。レナさんだけがご主人でいらっしゃる？大森孝太郎。孝太郎さんの死体を見てない？あ、はい。それに家政婦の奈美さんも。ねえ。はい、私もつい先ほど騒がしいから起きてきたところです。何も見ておりません。おお、家政婦は見たではなく奥様同様見てない。はい。だって主人はいつも通り帰宅して夕食も一緒にしましたし、寝室も同じですが、私が寝るときにはもうぐっすりと。それは何時頃でしたか？12時前後だったかと。レナさんがお休みになってから物音とか誰か寝室に侵入した気配は何も？何も感じませんでした。じゃあご主人が寝室にいないのに気がついたのは？お母様が部屋にいらして初めて気づきました。普段ご主人がトイレ等に行かれても気づかない方です。はい、寝つきがよく熟睡タイプなので。そう、私と正反対でしてね、レナさんは。羨ましいわ。ってことはお母様、お名前は？八重子です。はい、八重子さんは何かの物音でここに起きてこられた？はい、何か話し声が聞こえた気がして
起きてみるとまだ4時前だし、一番早起きの信夫さんでも6時なのでおかしいなぁと思って。なるほどなるほど、お母様の八重子さんは話し声がするので起きてここに来られた。時間は4時前、するとこのソファーに幸太郎が横たわって死んでたんです。分かったわ、お母様が聞いた話し声の主が犯人ね。すごいよ、犯人、さすがだね。その二人組がお兄様を殺してこのソファーに置いてた。どこかに息しようとして相談してたらお母様が来られたんで、思わずこのソファーに置いて逃げたんだよ。そう、それよダーリン。どうして殺人だと思ったんですか？だってお兄様は昨日健康診断の結果が出て悪いところは一つもないって、2ステップで。2ステップ？お兄様が喜ぶとやる癖です。ねえ、レナさんも聞いたでしょ？いえ、私は主人から結果は聞いてません。へえ、それは不思議、仮面夫婦じゃあるまいし。ハニー、そんなことは言っちゃダメだよ。いろいろと推理や内情枕までありがとさんでござんす。あ、どうされました？お名前は出戻り娘で三女の大森美月ですが、私は殺してないです。何よ、いきなり何ですか？そう、お母様が聞いた話し声は私とヒトエナイトの会話だったはずなんですよ。そうなんです、この出戻り不良娘がまた酔っ払ってきたとして、また鍵をなくしたとかで私に電話かけて玄関開けてから説教したんです。その後水まで持ってきてやる。いいことしかしてない私がなんで犯人として疑われたり、いたずらになったりするんですか？一旦落ち着こう。三日月家の大森ひどいです。それでも長女でーす。ひとえ様は本当にお優しいお嬢様で、本来は私が美月様のご帰宅にも玄関を開けて差し上げるべきなのに、心血の私が2階から1日起きて降りてくるのは大変、何かあったらひとえ様の携帯にと言ってくださって、本当見た目と違っていい方なんです。見た目通りじゃない。となってた長男孝太郎、その妻レナ、孝太郎の妹で長女の人恵、次女の二美、その夫信夫、そして出戻った三女の美月に家政婦の奈美恵。奈美恵さんは大森家とかなりお古いお付き合いで。はい、奥様がここに嫁がれる1年前からお世話になっております。おお、じゃあ旦那様亡き後の大森家では最古さんというわけですね。あ、いいえ、まあそうなりますかね。亡くなった主人が頼り切ってましたからね。波江には私が嫉妬するくらい。やっほー、それはそれはやりますね、波江さん。そんなことございませんよ、玄関さんから。私はただ切れる家政婦さんと家政婦の三田さんみたいに。そうでございます、キレッキレの家政婦でございますから。ちなみに大森モーターズの役職だから、私が会長、長男孝太郎が社長、信夫さんが部長で、ひとえが課長です。もし孝太郎さんが本当に亡くなっていたら、次期社長はどなたに？もちろん信夫さんですわ。おっと、社長に早くなりたいがためにお兄様を殺したとのお疑いですか？あ、いやいや、型通りの質問ですから。順番だとダーリンが社長だけど、影の社長
理事会とか開いて道場買えば座れますわよ、社長の椅子に。まあそれじゃあ私が社長の座欲しさに主人を殺したみたいに聞こえるわ。今晩の夕食は確かレナさんが作ってくださったのよね。申し訳ございません、今晩は私が俳句の会にいたため。ええ、それが何か毒でも持ったとか。漏れたんじゃない、お兄様のスープにそば粉とか。二木様なんてこと。そば粉、今そば粉とおっしゃいました。はい、うちのお兄様そばアレルギーなんで毒じゃなくても簡単に殺せるんです。うわ、殺されやすいお兄様だったなんて、ご愁傷様。でも逆に言うと、皆さんがそのこと知ってるなら、皆さんが簡単に殺せた容疑者とも言えるんだ。その通りです。私だけに容疑をかけないでほしいわ、証拠もないのに。そば粉殺人事件の犯人は他にいる。いいですね、そのネーミング。でも案外死因がそば粉っての当たってるかもしれませんよ。だってほら、レナさんと波江さん以外皆さんが目撃したのはこのソファーの上でしょ。血痕がないということは毒殺？絞殺？私が帰ってくる前に犯人がどこか別の場所で殺してここに寝かせた可能性もありですね。皆さん死体の首あたりとか胸、つまり心臓あたりは見ていませんか？私は酔っ払ってたし、あまりに驚いて声も出ず、この場から離れるのに必死で。そこに水を持ってきてあげたのはひとえさん。はい、最初毛布をかぶって寝てるのは。ちょっと待ってください、毛布が死体にかかってたんですね。そうです、それは当然美月だと思ったんです。私に水を持ってこさせて寝てるなんてって怒りながら見ると、お兄様です。そこでキャーと悲鳴を上げた。それが私もなぜか声は出ず、手にした水を飲み干してこの場から走り去った。声も上げず警察にも電話せずこの場を立ち去るなんて、まるで犯人みたいな行動ですが。犯人はこの中にいるはずがありません。私どもは創業100年絆の深い一族なので、殺人なんてとんでもない外部の犯行ということは考えられませんの？なくはないですが難しいですね。美月さんが帰られた時、玄関の鍵がちゃんとかかっていたから姉のひとえさんが開けてあげたとなると、それまでに起こった密室殺人になりますから。じゃあ私だけは容疑者にならないわね。帰った時にはもう殺されてたから、この中の誰かに。美月、ちょっとそのポシェット貸して。 あなた酔っ払っていつも落としたって言うけど、後でよーく探すと。ほら、あった。みんなが寝静まってる時にそっとこの鍵で帰ってきて、殺してからまた出てって私に電話をよこすこともできたのよ。なんで私がお兄さんを殺さなきゃいけないのよ。失礼だけど財産じゃなくて出戻りでこんな時間まで飲み歩ける収入源は。お母様から。はい、私が。いえ、亡き夫もこの子を一番溺愛しすぎて18歳でできちゃった結婚で駆け落ちしましたので、出戻っても嬉しくてついつい甘やかし、私の遺言状にも美月を含めこの子たちで分けるようにとなっています。分かったわ、美月がやったのよ。お母様の遺産の配分は
確かお兄様に 50%、 残りを我々で当分でしたよね。ええってことはお兄様が亡くなると浮いた 50% 分も当分され、分け前が増えるってわけ。出戻りの三月にも。それならみんなそうじゃない。分け前増えるから動機は同じってことに。じゃあアリバイよ、私たち夫婦はずっと一緒だったからね。もちろん犯人、僕らが皆さんと違うのは警察に知らせに行ってますから。残念ながら凶暴の線がありますので完全アリバイとは言えませんね。そんな、ほらね。つまり皆さんのお話を伺って分かったことは、孝太郎さんは普段通り帰宅され、奥様手作りの夕食を取られお休みになられた。殺害現場は別かもしれないが、このソファーに置かれた時間帯は奥様レナさんがお休みになった12時過ぎから三月さんの帰宅時間の3時半までの間、全員に殺害のチャンスはあったということ。その時間帯みんなアリバイは証明できなくても、お母様に息子の孝太郎さんを殺す動機はないんじゃないですか。その通りよ、信夫さん、ありがとう。いいえ、お母様、私が嫁いだすぐの頃何度かおっしゃってたのお忘れですか。あら、何のことかしら。長男というだけで孝太郎はこの大森モーターズを継ぐのが母としてはやるせなくてね。頭がよくてこの仕事のために生まれてきたかのような子は長女の一重なのに、あの子が男の子だった。いいえ、孝太郎がいなければ間違いなく一重が女社長としてこの会社をもっともっと大きくしてくれるはずよ。ね、わかったわ。お母様が犯人だったのね。一重姉を社長にして今ぶっちゃけ危ないこの会社を立て直そうとしたんだわ。私がお兄様の下を見て即ひらめいたの。今二見が言ったのと同じ。だから自分を落ち着かせ水を飲む部屋に戻る。ああなるほど。私は逆にそんな私の気持ちを知っているから一重がやったのではないかと心配していたのよ。おー、それもなるほど。ってあなた本当に刑事さん。神さん、いつも間違ってますけど、ぐさっと刺すのうまいですね。だって、コナン君ならもう時間的には犯人に謎解きしてますよ。ほんとだ、あんな子供におばさんも来てらんない。よし、死体が消えた謎ですが解けたんですか。のぼうさんの仕業。いやだな、違いますよ。違いますけど、このソファーに横たわっていた兄の死体を一人で動かせるとしたら、僕くらいでいくら小柄な兄でも女性の力じゃ。が、なに、なんなの、のぶおちゃん。私にならできたとでも言いたいの。あ、いや、そんな。だいぶっちゃけ殺害をしたい気もやってませんぜ。
では運べなくても一人で脇と足を持てば私たちも可能よね。お兄様小柄だから。小柄小柄って孝太郎さんは池のメダカに？はい。まさかのメダカに。いえ、メダカよりは。はい。なるほど、ハイ&ローのハイね。何はともあれ、殺害も息も残念ながら皆さん可能性大という結論ですか。参ったな。じゃあ素人っぽいやり方ですが、結構面白い結果が出る実験やっていいですか。いいとも。いいとも。ありがとうさん。では手をつないで円になって、フォークダンスじゃないから2歩下がって広がる。誰がどこに立っているかをよく記憶して、はい、目を閉じ、皆さん犯人だと思う人を1人指さしてみてください。どうぞ。ほう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 、きれいにみんな1票ずつ。おー、目開けていいですよ。これじゃあまだ時間がかかるな。ちょっとトイレいいですか。こちらです、どうぞ。皆さんも死体探してみてください。この家の間取りは、私たち夫婦もしくはプライベートルームは全て2階です。1階はこのエントランスに、キッチン台にバスルーム、ウォークインクローゼットにゲストルーム、それにトイレ、一応各階にありますが、どちらになさいますか。なるほど、じゃあ2階のトイレ。かしこまりました。ラミエさん、足があれだから私がご案内するわ。若奥様よろしいんですか。ついでに2階も見ていただくからちょうどいいわ。さすがに2階まで運ぶのはのぼうさんもひとえさんもきついでしょうから、1階のどこかに隠されてるはず。って犯人扱いじゃん、私たち。聞いたの、坊ちゃん。聞きましたよ。体が大きいからってひどいな。いや、失礼。一番体格のいいお二人でも難しいっていう単なる例えですよ。とにかく1階は隠してお願いします。私はトイレのついでに2階を拝見しますので。では、私ならバスルームに隠すな。ダーリン、一緒に行って。いいよ、怖いけど行ってみよう。ツーステップ、ツーステップ、ツーステップ、ツーステップ。キッチンに、ナミエ、お茶入れがてら行ってみましょう。はい。奥様、私かなりビビリなものですから、もし死体見たら 100% 失神いたします。そしたらすぐに救急車呼んでくださいましね。はいはい、ナミエのビビリは有名だから大丈夫よ。失神より失禁が心配で。誰だって見つけたら失神するわよね。あ、ベイガーが残ってた。あんたか。冷たいお姉様。お姉様が行ってきて。怖い、その呼び名の方がずっと今日何十年ぶりかで聞いた。私はクローゼットにそそっと行って帰ってくるから。何を情けない、ウォーキングクローゼットの方がずっと怖いわよ。洋服の下とか間に気をつけてね。残念だったりもして。本当、
キッチンも異常なし、だから波江も異常なし。本当よござんした。さあ、お茶でもどうぞ。これはありがたい。一旦食事。さあ、召し上がれ。しかし、家中探してもなかったってことは、死体が自由に歩けるんじゃないの？なんちゃって。はい、そうじゃん。
もうできたんですか。いい匂いがしてきた。今日はお手伝いが多くて、もうお母様は座っててって。ここで今朝は召し上がれ。ええ、喜んで。そうだ孝太郎、今日の会議の後吉田先生と約束してたでしょう。ええ、それは何か。レイの遺言書の件。そうですよ、もう目録として作っておかないとと。アドバイスなかったらお母様じゃないですか。そうそう、社長のあなたはお父様の遺産とこれから入る私の遺産で相当な額になるから、きちんとしておかないとね。特にあなたたちには子供がいないから、財産分与は妹たちにきちんとしなさい。その件なんですけどね、お母さん。はい、あなた、お待ちどうさま。さあさあ、スープから召し上がれ。ありがとう。ただいま。あら、ぴったりのタイミングね。いい匂い。ほんといい匂いだ。急に腹減りましたよ。あら、ダーリーもいい匂い。あら、どういう設計かな。そうなのよ、お母様。なんてお母さん知ってるんですか。じゃあ、皆さん、いただきます。いただきます。冗談の殺意で済んだんだけど、あんな女と子供3人になぜ。
げなきゃいけないの？お兄様、そんなことない。お兄様と約束したって本人から聞き出したわよ。いつ？ちょっと走ってくるって言ったでしょ。彼女売れない劇団員だとか、後でヘッドロックしたら入ったけど、ほんとヘッタクソ。刑事になりきって帰ればいいのに、そこの角で無防備にお兄様に報告の携帯かけてたんだよね。まさか殺したの彼女を？私はヘッドロックと頭突きだけ。おしんとは起こしたけど、家の方に逃げてったはず。ま、今頃はお兄様と同じ虫の息だとは思うけど。何をした？会社の役職じゃない私と美月は普段何をして暮らしてるか、お兄様知ってらした？いや。大学の研究室で WXPP を開発してるの。 VX ガスは聞いたことあるでしょ。あの、サリン所にすごいっていうやつ。さらに、その VX よりも確実で証拠が残らず消えるって薬を塗っておいたの。何ね？お金よ。私がお礼で渡したあのポチ袋、特殊な素材でできていて、お金を取り出すまでその成分は蒸発しないんだって。すごい連携プレイだったわよね。レナさんのトイレの立ち聞きから即みんなに耳打ち、そして謝礼の用意にダメ押しの人への聞き込み、キッチンでの相談で、このそば粉殺人事件。お母様、あの父の息子、なんと殺さなくても。実の息子よ、あなたは。でも実の娘3人を守るのも私の役目。坊ちゃんは奥様のお苦しみを分かってないです。お兄様は妻のレナさんを裏切り、可愛い妹たちも見限り、おじい様の代から続くこの大森家の財産をすべて伊方千子とあの息子たちに残そうとした。それを黙って見ていられますか？当然の報いです。伊方千子は僕らの兄弟だった。だが母さんは先日と息子と孝太郎、孝太郎、あの女が私たちの兄弟だったなんて。そういえば糸江姉に似てた。大丈夫ですか、お母様。孝太郎さんが私を裏切ってたと思ったのに、まさかのお父様が。信じられない、あの旦那様が。許せないわ。私のあの人がよそに子供を。一緒に彼女も葬ってくれてありがとう。孫だというその3人の息子たちは母親から大森家のことを聞いてるのかしら。
としたら